素晴らしい。みんな同じやつ。これなんだ。味噌だるサウナ。うん。最高の環境やんこれ。あれ早くない？もう着いて。あそこ？あれじゃん。やば。何であれや。最高やん。終わった。早くアロビー。はい。サウナ先しちゃうか。サウナ先して整って最高の飯食う。そうだね。うん。ノーギャンブルで行きましょう、今日は。今日は、ギャンブル依存症のギャンブルしない休日ですか？いや普通の生活っすよ。あ、普通の生活か、これが。普通です。ちょっとふっと。じゃあ、まずサウナ入ろか。マギ、ちょっと。あ？山に住んでる人感あるよ。家に住んでます。お前、真逆の存在すぎん、俺と。ボーズリデブって。あ、こう並ぶとずっこけされるか、すごいわ。全部タイプ違う。3人で合コン行ったら絶対にタイプ誰被らんねえ。合コンか。今日合コンだな。うわ、今年の夏はいろいろやったな。バーベキューもしたしな。海も行ったもんな。俺は行ってないけど。俺でも彼女と行って遊んだな。夏じゃなくてもできるけど。夏の思い出たくさん作ったな。夏じゃなくてもできる。彼女っていつでもできるし。今年の夏は来るね。全部いつでもできるわ。サウナ行こっか。行こうか。見て、この人。ガチすぎやん。プロやん。プロやん。ポンチョまで持っちゃって。あの中にパンパンのオロポが入ってます。じゃあ大悟くんに指導してもらって、また僕たちのね、ガン決まった顔をお届けしましょう。そうですね。うん。最高だぜ、最高だ。ここのサウナは他のお客さんとも共同なんで、ちょうどお客さんいなくて撮れてます。味噌だるサウナ95度ぐらいまで行くらしいね。うん、今80度ぐらいかな。行きます。うわ、いい匂い。何の香りですか？あ、ちょー喋れるからいいよね、人が好きな人。あと女性も来れますもんね。女性呼んだ。高校来月でいい？いや、うん、探しといて。うん、何を？店やっぱり、このサウナの中きつくないの？みんな。いや、マジで汗出るよ。きついでしょ。ちょっとスキップしたいな、この時間。この時間好きな人あんまいないの？いや、この時間は気持ちいいじゃん。もう気持ちいいな。汗がダーッと出てくるな。てか、知らん間に2人ともめっちゃサウナハマってんじゃん。あ、そうだね、はい、地方行ったわけや、絶対。そうなんだ。サウナ付きのカプセルホテル泊まって、サウナによって飛び方が違うんだな。そうだね。サウナもあるし、その時の体調とかもあるからね。水風呂も個性ありますし、ね、俺ボケのつもりに言ったけど本当にあるんだ。やっぱり我慢して我慢して最後に気持ちいいんだよね。おしっこ。おしっこ。絶対川で洗んでくださいよ。絶対する。絶対する。本当に。なんでする前提で言っとんの。え、しそうじゃん。しない。トイレあんだから。わからんわ。トイレあんだから。する指標がわからんもんね。ごめんな、6名海ならせるけどさ。そこがの指標がわからん。ちょっともう限界です。入れる、マジで。適温すぎる。うわー、気持ちいい。よし。
ントが最高や。うん、やばいってこれ。ちょっとこの音最高じゃない？最高。やばいね。2回目行きますか。はい、これ味噌だるサウナ最高だわ。なんかこっちの方が熱いらしいよ。本当？うん。え、待って待って待って、熱い熱い熱いって、わこれやべえ。あ、最高火力にしたくない人とかした世界一持ちになる。トークが戻して、いいやろ。これは整うで。これさ、一番最初にサウナ行った時が一番整ったの、うん、それを一回も超えれてないまだ。あ、それは分かんない。ちょっと豊橋で、それはサウナの定めですよ。そうなんだ。一回目一番整うんですよ。そうなんだ。サウナ最高だったわ。腰がね、動いてた。腰が動いてた。腰ね、動いた。腰動いてる、はい、最初整った時、あ、みんなこれやってるんだね、なった。なるほどね。それは行くわ。うわ、はい、本日連覇やらせていただきます。あ、島田さん、マグマ公平です。よろしくお願いします。うわ、きっす。マグマ公平、皆さんね、あの無理なさらずに、暑いなと感じたらすぐに出てくださいね。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ行きますよ。うわすげー。行きますよ。なんかマグマにもお願いします。マグマさん、ロウリュのコツなんですけど、あんま早くやったら来ないんですよ、ロウリュって。なるほど。マグマが教わってる。あちぃ。ちょっとマントルダイゴにもお願いして。マントル先生お願いします。マントルダイゴです。じゃあちょっと5回泣かせていただきます。ダイゴさんすごいですね。そうこれで2回風来るもん。ずっと風吹いてた。風だね。まだまだですよ。お願いします。勉強します。気持ちいい。心臓がめっちゃドクンドクンしてる。ぐる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 。すごいよ。顔すごい。いいだろう。これ最高だよ、みんな。かわいそう、みんなベッドに寝っ転がって YouTube 見てるの。俺は森でサウナして寝っ転がってます。これ使える？使えない。え、使えない？乳首の拙者無理無理。なんで？え、これは消されない？この状態、この距離は。もうこういう会話してんのがダメなんじゃない？あ、そういうこと、うん、そっか、触れちゃいけないんだ。そうそうそう、乳首に関しては。いや、この最高のロケーションでね、味噌だるサウナ、これ最高でしたね。整いましたね、完全に。なんか言いたそうです。思いました。サウナとかけてネズッチと解く、その心は整いました。お、何ですか？サウナとかけてネズッチと解く、その心は整いました。お、何ですか？そうですね、サウナとかけてネズッチと解く、はい、その心は整いました。お、何ですか？サウナとかけてネズッチと解く、はい、その心は整いました。お、何ですか？サウナとかけてネズッチと解く、その心は整いました。おいしい肉先食べちゃおっか。行きましょう、ね、まあ、明日は今抜け出せなくなってるから無限ループからね、行きましょう行きましょう。そうだね。
このままずっとあそこおるから。よしよしお肉食べましょう、お肉食べましょう。まだやってんだけど、まだやってんだけど、本当に抜け出せなくなっちゃって。もうバグっちゃった。もうちょっと怖いよやっぱあいつは。ずっとやるんだからこういうの平気で。さあちょっとじゃあ準備しましょう。まあもう椅子はできてるんで、こうやってコンロ借りてお肉焼くだけだよね。火つけてね、最高だね。なんか何があったの。サウナとその心は整いました。なんすか。サウナとかけましてネズッチと解く。おその心はやばくないこいつら。抜け出せなかった抜け出せなかったみたいだよ。反対側になっただけ、ね、逆になってるじゃん。心は整いました。サウナと帰ってきてたの。帰ってきて。逆になってたよループが。嘘。こいつが発明したんだよ。あとお前頭大丈夫か。ごっちん言ったけど人格とか入れ替わってないか心配なんだけど。頭ぶつけて。あれ奥歯ある。あれ中日中日中日。あれ奥歯ある。入れ替わったね。入れ替わった。あだからループしてたのか。逆で。そういうことか。中日中日。彼女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 に会いたい。早く彼女に会いたい。彼女に会いたい。こいつは戻ってるな。これ誰これ誰。彼女に会いたい。俺か多分。俺だな。あれやこれ俺だ。これ戻ってるやん。これ戻ってるやん。これ戻ってるやん。魚木どこ行った。魚木どこ行った。魚木どこ行ったの。消えた消えた。魚木っていう魂が消えた。はい、ってことでバーベキューの準備ができました。おー、肉肉ばっかよ。肉米欲しいな。米買ってない。米買ってないのか。米6匹でして。うわ天才だ。え、じゃあご飯炊けるのもしかして。炊けるぞ。お前すごっ。キャンプグッズ買ったのに一回も使ってねえんだよ。はい、今日やっと使える。よかった。最高じゃないこれ。しいたけいつ。いやうわ、エロ。うわ、エロ。ちょっと見て、これいただきます。おいしいたけ。いただきました、おいしいたけ。うん、うん、おいしいたけ。いただきました。ありがとうございます。いただきます。うん、おいしいだけ。おいしい、ヤミー。感謝感謝、デリシャ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 、ハッピースマイル。のチャンネルでそんなことすんな。殺すな。頭から離れないんです。せっせ。今ここに一つのベストコーンが生まれました。これはベストコーンじゃんけんじゃない。じゃんけんぽい。焦げろ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 。長引け長引け。いただきました。最初はグーチョキっぽい。よっしゃー。ポイガーベストコーン、ワン、ツー、スリー。コーンいただきます。うまっ。うん、あんまっ。うん、甘焼けでうまいわ。甘焼け好きなんだね。ハンバーグの焼く前のやつが好きでさ、食ったら怒られるからさ、親に隠れて食べてた。子供いる人はちゃんと見た方がいいよ、子供のこと。ひき肉生で食ってるで。子供は隠れて。I don't know if you've heard about this or not, but the Sirloin is the first of an entirely new class of super luxury liner. It's after... はい、ということで以上、ギャンブル依存症のギャンブルしない一日でした。よかった。最高。さて、この辺はメール服に戻りましょうか。夢のような時間でしたね。そうですね。帰りたくない。いい場所でしたね。で、ここ、まあ、サウナできるんですけど、こういう感じで自分たちでテント立てて、キャンプとかもできるんで、ぜひ、ぬかたネイチャーフィールドさんに。まあ、愛知県に住んでる方はぜひ、ぜひね、来
してみてください、うん、最高の一日になります。マジでよかった。明日からキャンプで頑張れるな、これで。俺らに戻るか、日常に戻るかね。終わり、はい、はい、はい、よし、よし、よし、皆さん、最後までありがとうございました。はい、動画を最後まで見ていただきありがとうございます。絶賛酒焼け中のシモディが皆様に告知をさせていただけたと思います。9月もありがたいことに、全国のパチンコ屋さんに行けることになりましたので、告知させてください。あのさ、ちょっと聞いてよ、6面がさ、告知取るよって呼ぼうと思ったらいなくて、どこいんの、告知取るよって言ったらこんな LINE が来ました。なんか信頼打ってるから一人でやってくれって言われて、なのでちょっと僕一人でやらせていただきます。はい、10日、福岡県ですね、福岡市博多区のスロセン行かせていただきます。はい、前回も行ったお店ですね。前回は、6面と2人で、合計10万負けましたね。いやー、本当に福岡の皆さん、ぜひ会いに来てください。一緒に打ちましょう。次ですね、9月の18日、今度新潟県に行かせていただきます。新潟県にありますミッドガーデン堀之内店さんに行かせていただきます。まあ、北陸初進出ということで、ぜひね、新潟にお住まいの方や近くにいる方は僕たちに会いに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。でですね、今回も6面とシモディの2人で行かせていただきます。でいる時間よく言われるんですけど、朝一の抽選からだいたい15時から16時ぐらいまでは絶対にいるんで、ぜひ会いに来てください。本当にパチンコ打たないよって方でも本当に会いに来てくれるだけで僕たちすごい嬉しいんで、ぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。それじゃあみんな、次の動画で会いましょう。さよなら。